はい、はい、はい、はい。アホバイデン、アホバイデンがですね、とんでもない暴言を言いましたね。ちょっとね、アメリカ様をですね、日本のですね、大事な大事な友好国、同盟国ではあるんだけれども、ちょっとこれは一言言わせてもらっていいですか、うん、アホバイデン、黙れアホバイデン、黙れね、何を言ったのかえ、なんとですね、これね、今世間がですね、はい、え、イギリスがですね、これね、え不法移民をですね、ルワンダ送りの島流し、ちルワンダは島じゃねえんだけど、ね、不法移民をですねえ、ルワンダ流しにするというですね、素晴らしい法律をですね、実際に施行したんですよね。で、今日ですね、なんか第1号かな 1> 第1号かな。イギリスに不法にね、移民したですね。大バカやろこの真ん中でさ、これ、茶色の服着たさ、こちらぼやけた写真あるでしょこいつで不法移民なんですよ。ほら、これ見てみる、首猫ひっこ引くつ。もう、文字通り、文字通り、首猫こかまれてるでしょ首猫を捕まれてですね、この牢屋みたいな車に入れられてですね、え、そしてですね、これね、ルワンダ送りになったのルワンダイソウ、ルワンダイソーになったんですよ、ね。ざわみやがれ、このバーガーね。このニュースを見てですね、日本人が大喝采を送ってる時大喝采を送ってる時に、なんか、ね、バイデンのアホがですね、もうお、同じようなタイミングでですね、日本は排外主義だね。全 なんか日本っておかしくない日本も中国もロシアも、この3か国はですね、排外主義で移民を受けれないバカな国だみたいなことをですね、言いやがったんですよ、こいつ。もうね、しかもね、これタイミングが悪いことにですね、今ね、あのね、日本のね、あのね、X の中ではですね、この移民問題、この移民問題でですね、いろんな大盛り上がり中だったんですよ、大盛り上がり中だったときにですね,ね、イギリスはですね、不法移民をですね、島流しにシャツをバンザーイって言ってる中で,ですね、なんかバイデンが突然ですね、日本はもっと移民を受け入れようと言ったもんだからですね、もうネット大炎上、ネット大炎上の状況でございます。 ね、これで先に俺の意見言っときますよね、えー。黙れバイデンと。バイデンに関してはね、もう黙れバイデンと。えー、日本も外国人労働者入れとるんですよね。えー、ただね、アメリカとかですね、ヨーロッパみたいにですね、無節操にアホみたいな人道主義と一くたにし入れてないんですよ。これどういうことかというとですね、はいあ、今のね、ニューヨーク、アメリカのニューヨークの状況これでございますよね。はい、もうね、移民で溢れ返ってるんだよね。しかもこれほとんど不法移民だぜ。俺の感想言っていい俺の感想言っていい。おぉ、やだ。おぉ、キモい。今、まあ、こんな状況でございますよね。で、これなんでこんな状況になってるかというとですね、これね。 アメリカのね、左翼がいるんですよ。気持ち悪い左翼がいるんですよ。その気色悪い左翼の人権主義、人道主義ね。<laughs> 不法移民でもですね、人権があるじゃないか。仕事を与えなければっていうですね、あの、貴重い考え方だよね。あの気持ち悪い考え方とね、不法移民がね、あの、ガッチャね、重なってしまうとですね、こういう状況になるんですよ。ね。イギリスみたいにですね、もうルワンダ送りにしてしまえばいいのにですね、おかしな人道主義が流行ってしまってるせいでね、なかなかそんなこともできないというのがですね、今のニューヨークの全ン上でございまして、でもね、ニューヨークですね、移民による反 存在が相次いでおりまして、もう限界を超えたとかわけのわからん状況になってるんだよね。もうね。そんなとそんな国とですね。一緒にしないでいただきたいので、ね、クソバイでね。慎重に進めてるだけなんですよね。お前らのニューヨークめちゃくちゃじゃね。えかよと。その日本はね。すげえ慎重に進めてるんですよね。日本はですね。移民であるとか、難民に対してはですね。これね。あの、日本版エスターね。日本版エスタねえ。簡単にはですね。外国人が日本に入れないようにしよう。日本で仕事ができないようにしようじゃないかっていう法律であったりとか。あと入管法改正もこれは有名でございますよねえ。難民申請をしてですね。その申請に何年も何年もかかるから。その 難難民民申請機関を利用しててですねずっっと日本に居ついちゃってる不法もこういうて、ね、難民申請はですね、3回目以降はもうごご母国に強制送還ですよという法律を作ったりとかですね、まあこの手のですね、日本のですね、対応がですね、バイデン、クソバイデンはね、気に入らないんだろうな、気に入らないんだろうな、だからね、悪口を言ってきやがったんですよ。だからね、この動画の中ではですね、バイデンがね、なんでね、今、あげた国ですよ、あの、日本の、バイデンとね、インドとかも言ってるんですよ。インドと日本とロシアと中国はなんで移民を全然やらない お前らクソかみたいなこと言いやがったんだけれども、じゃあ、実際ね、日本とかね、インドとかね、中国はね、どのくらい移民を入れてるのかっていうのを軽くご紹介したいのと、あとね、ほら、ネットで盛り上がってるですね、移民問題でございますよね。これ、移民問題ね、もうね、あの、極端な意見出すぎてるんですよ。もう、ゼロか100かみたいな話になっていて、いや、そんなんじゃないって、大丈夫。日本はね、こう、ま、こういうね、あの、移民とかですね、あの、難民をですね、締め出す方向にありますから、ね、欧米みたいに、バカみたいにね、不法移民で溢れ替えるってことはないんですよ。ないから、心配すんなと。ね。だからね、ちょっとね、あの、今回はね、事実を を見ましょうね移民問題を語るときにはですね、実際のデータを見なきゃわからんということで、はい、来ました。あのね、あの、事実系エロエロインフルエンサーのですね、パルパさんが作ったですね、このノートを見ていきましょう。ここにはですね、日本がね、進めてると言われる移民政策、外国人労働者政策っていうのがですね、あの、事実、事実ベースでですね、これデータを元に書かれておりまして、これをまずは頭に入れてから語りましょう。これを頭に入れないとですね、ああ不法移民怖い、暴力動画怖い、あーんとかですね、あの、外国人参政権ができてしまうんじゃないかとかですね、そんなも絶対作らせないけどな。あ ふるってるのも止めちゃあるよ。とかですね。あの、左翼とね、あの、極、極右と極左がですね、なんか変なデマ流してるからね、それを払拭するために、正しいデータをちゃんと頭に入れましょう。そういうのが大事だよね、ということを言いたくて作った動画です。前置きが投げあ俺まだ名乗ってないよね。闇の熊さんです。な、な、な、名乗るまでがなでえ。投げで、まあね、ここまでね、一気に行ってしまいたいなと思ってますわ。で、今回ですね。 バイデンは本当にいらんことを言ってくれたんだよね。何を言ったのかちょっと見てみます見てみますよね。えー、これね、最初に流したのはブルームバーグなんだけれども、えー、これで、ね、バイデンがですね、 はい。あの、日本のね、移民政策をで、日本が移民政策を全く進めていないということで文句を言ったわけでございますよね。えバイデン大統領、日本は外国人嫌いで、え移民望まずえ、望んでいないと、と発言と報道という形で、はい、ロイター通信などは1日、アメリカのですね、バイデン大統領が首都ワシントンで行われたイベントの中で、アメリカの経済が成長しているのは、移民を受け入れているからだと述べたと、述べた後で、なんで日本は問題を抱えているのか、えそれはですね、彼らがや外国人嫌いで移民を望んでいないからだと発言をしたと報道しました。 あ,ある意味事実だと思いますよ。ね。ね嫌いというか、苦手なんだよね。ね。で、日本人は日本人だけで社会を築いてきてるからさ、これまで長い間さ、それを守りたいよねっていう感情、普通にありますもんね。うんえー、秋のですね、アメリカ大統領選挙で再選を目指すバイデン大統領は1日、首都ワシントンで、えー、選挙のイベントを行いました。はい、ロイター通信はイベントの中でですね、バイデン大統領が、我々の経済が成長している理由の一つは、移民を受け入れているからだ、と述べた後で、まあ、これはね、あのね、口罪あるんですよ。移民を受け入れているからね、経済が伸びているという一面は間違いなくあるんだけれども、移民をうち 受け入れているからもうめちゃめちゃ混乱してるっていう事実もあるんだよね。もうだから、メリットデメリットの中で、デメリットの方が今アメリカでかくないですかプーみたいな状況ではあるんだよね。はい。まあこれをね、あの民主党政権はひた隠しにしてるっていう状況なんだよね。はい。えー、そしてですね、なぜ中国の経済がひどく筆足をしているのか、なぜ日本は問題を抱えているのか、なぜロシアもインドもそんな感じなのか、ね。えー、それはですね、彼らが外国人嫌いで移民を望んでいないからだと発言をしたと報道しました。はい、ありゃ、メガネぶっ飛ばす。あ、いや、で、えー、これについてですね、アメリカのメディアブルームバーグは、えー バイデン大統領は3週間前、ワシントンで岸田総理大臣を国賓大軍で歓迎したばかりだと指摘をしてえ、中国の経済的な苦しさと移民の受け入れを関連付けて指摘したことはありましたが、今回はロシアだけではなく、長年の同盟国である日本も加えさせてもらったよと、えこの批判あ、彼の批判はですね、日本の反発を招くかもしれないなと伝えていましたという形で。 ね、いらんこと言うてくれたでしょ。でね、これね、本当にね、バイデンの言う通り、日本ではね、これ移民を受け入れていないのかどうなのかってすごい気になるでしょ。これね、2020年のデータでございます。ね、これ、一個一個見ていこうか。まずは日本ね。まずは日本は、えー、移民の比率はですね、はい、えー、国民の比率に対して2.2%。移民は数はね、2.2%でございます。じゃあ、アメリカは何はい、15.3%。だ、だ、だ、すごいよね。やっぱすごいよね。で、サウジアラビアはですね、なんと38%。すごいですな。で、アラブ首長国連邦は、なんと93.9%が移民というですね。まあ、まあ、国の成り立ちがそんな感じだ しょうがないよねで、あの、オーストラリアはですね、30%とか、フランスは13.1%とか、だいたい10何パーセントイギリスは14%だしね、十数パーセントというのがですね、あの、ヨーロッパの国のね、あの、平均値だよね。で、ロシアはどうだロシアはね、8%ね。日本の4倍ではあるんだけれども、でもやっぱ少ないという状況だよね。でね、中国見てみる。びっくりするよ。<laughs> 中国はですね、移民の比率、なんと0.1%。 0.1%。ね、まあ、あんな国に行きたくねえからな、という人が多いと思うんだけど。まあ、中国はですね、全然移民受けれてないですよね。中国に行きたいって人間が少ないからだとでもあ、あると、あると思いますけどね。で、あとはね、どこ見るどこ見るえっ、ー、とね、少ない国とかっていうナイジェリアは少ねいか。あとね、俺なんか紹介した方ロシアは紹介したでしょで、中国紹介したでしょえー、日本紹介したでしょあとどこあ、インドだ、インド。インド、インドね。 インドもね、めっちゃ少ないですよ。インドどこだろう。インド、あったあった。インド 0. 3、0.3%。移民の確率0.3%比率なお。まあ、あんな雑多の国に行きたくないカースト制度とかいろいろありますからね。なかなか行きたくないなという状況なんだろうね。っていうねこのデータをもとにですね、おそらくバイデンはですね、批判をしたと。日本は排外主義であると。アメリカ大統領が批判をするという状況に繋がっていて。まあ、これは事実は事実でございますわ。で、何だから何ね。 ね。そのお国、お国のですね、決断があるわけでございますから、一時同盟国とは言えずですね、移民をもっと入れるとかですね、言われたくないんでございますわよね。ほんで、日本はですね、今後もね、入れるつもりございません。入れるつもりであるならばですね、これね、<laughs> 日本でですね、日本に来ようとしている外国人をですね、取り調べるですね、スタッフであるとかですね、あとはこのね、難民申請をやっているですね、アホのですね、不法を入国外国人にね、これ3回目のですね、これね、あの、なんだろうな、難民申請が NG だったら、その時点で強制送還という法律をですね、作ったりしませんからね。絶対ね。だから日本はね、 不法な外国人は、が、ゴリゴリにね、あの、こうやって締め出していく状況でございますので、このね、この、よいしょ。はい、このね、ニューヨークみたいな状況になることはですね、まずない。 まずない。そんな好んで、今さ、日本めちゃめちゃ円安だしさ、そんな好んでですね、大量の外国人が押し寄せるという状況ではないんですよ。多分ね。じゃむしろね、あのえ、労働者、労働人口自体が減っちゃってるから、それを穴埋めするために外国人入れようとしてるんだけれども、まあ、円安が進んでるからさ、あんまり魅力的に映ってないみたいだから、そんなにね、大量に押し寄せたりしないんですよ。むしろ、魅力付けをして、え、たくさん来てもらう。来て、来て、来て、この日本に来てって言わないとですね、来てくれないというのがですね、おそらく現状なんですよ。それがおそらく現状だから、そんな心配する必要ないんだよね。え、とはいえ、ね。 で、で、そういう状況をですね、あんまり理解しないまま、外国人怖いわ、外国人怖いわっていう方々がですね、最近めっちゃ多かったから、ちょっとね、どんな方が多いのか、ちょっと自分のポストをですね、これ中心に見ていきましょうか。え、まずね、これね、新しい政策を作ろうじゃないかとね、新政策でね、悪い外国人を追い出して治安を良くした実績を作ってからですね、そ、そ、その上で、最低必要限な数を入れたいなと思いますね。こういう考え方あってもいいと思うのよ。いいと思うのよ。まずはね、 ね、あの、ほら、なんか最近騒ぎ、騒ぎを起こしてるとか言われる、あの、クルド人とかさ、不法に日本にですね、滞在している奴らを、海外ね、日本から追い出すような法律、もしくは追い出してしまってから、それからね、あの、ろ足りない労働力をですね、入れていこうじゃないか、というご意見はね、あるんだけども、それはね、ちょっとね、悠長な考え方すぎるんだよね。だからね、俺は思います。あの、同時進行でいいんですよね。アホは追い出しながら、アホは追い出しながら、えー、なんか、正しくですね、日本で働こうとしいらっしゃる方はですね、日本の文化を理解してくる方はですね、あの、気持ちよく 働いていただきましょう。それは同時進行でいいんですよ。一旦追い出したとしても、また入れ始めたら、どうしてもね、バカが紛れ込んでくるんですよ。だから、結局はね、同時進行になるんだから、最初から同時進行でルールを作っていけばいいんですよ。で、岸田政権はそれやってますよね。だから、アホの外国人を追い出しつつ、ルールを守る外国人の方々はちゃんと優遇をしていきましょう。これを同時進行でしましょう。で、何が問題ですか、それのね。まずは悪い外国人を追い出して、だけを先にやりますとですね。そりゃそうですよ。いろんな左翼のね、外国人を入れたいバカどもがですね。外国人を追い出してる日本人のですね、動画とかだけ。 切り取ってですね日本は外国人を追い出してるとウェーイという形で日本の印象めっちゃ悪くなりますよ。やっぱ同時進行がいいんですよ。えー、これね、憲法改正も同じような目にあったじゃないですかね。憲法の改正のためにはですね、まずは十分の話し合いよとか色々言われたけれども、どこまで話し合うのみたいな状況になってるでしょ なってるでしょ結局ね、あのね、先延ばしにしたいだけのバカっていうのがいますからね、結局ね、ゴールがよく分からなくなるから、これはもう同時進行でね、さっさと始めた方がいいと僕は思ってます。え、そしてこういう意見もありましたよね。はい。移民政策で成功した国は何なんですかとね、あるんでしょうかとね、え、経済や治安もですね、良くなった国があるんでしょうかとね、えっ、ー、と、移民政策でですね、完璧に成功だとね、一点の曇りもない成功だみたいな国はね、一個もないと思いますよ。やっぱりね、あのね、文化の違う人間を入れていたらですね、メリットもあるけれども、絶対、絶対デメリットも出てくるんすよ。出てくるのよ。絶対両輪で くるんですよだからそのバランスを取りながらねもうこれ以上入れたらやばいよねとかねあそういうねバランスを取りながらですねどこの国もやってるから日本もそうなろうよって思うのよで治安に関しては俺ね俺個人的なこと言って100%悪くなると思うよだって文化もねモラルもな全然違う人間を入れてですね治安が良くなりましたってそんなそんなあほなことあるかいといやルールを守ってくれる人だけ入れてればそんなに治安悪くならないと思うけどやっぱり全然ねあのそ背景の違う人間を入れるわけでございますから治安は100%悪くなると思うよ めっちゃ、絶対悪くなると思いますよ。ただし、めっちゃ悪くなるかどうか。ね。もう日本中がですね、なんか、なんか、ゴッサムシーみたいになるかどうかというと、そんなことにはならないと思うし、そんな風にな、なんか、ならないようにバランスを取って入れていきましょうよ。っていう話なんですよね。だから、 もうなんか、0100の話はやめましょう。ね。だから、必要な分は入れていきますけれども、でもね、それによって治安がバカみたいに暴れ、ね、悪くならないような入れ方をしていきましょう。ね。今みたいにですね、あの、あの、外国人技能検定、技能なんだっけなんか、1号とか2号とかあるわけじゃないですか。あれ結構ね、厳しい資格なんですよね。ある程度日本語が話せないとダメだし、専門技術を持っていないとですね、日本に長期で滞在することができないというルールを今ね、作ろうとしてるんですよ。ね。そのルールができればですね、あの、おかしな人間というのはまず間違いなく減っていくんだよね。で、その中でもですね、不法にですね、逃げ出し。 出して逃げ出して,出してなんかよくわからないですねなんかねドヤ町みたいなところになんか潜んでですねあなんかなんか日本人の振りをしたりとかですねあの外国人だけでおかしな集団を作ってですねあのお金儲けをしてですねなんとか生き延びようとするバカな外国人も多分出てくるでしょうそういう奴らをちゃんと取り締まるような法律をですねその状況状況に応じて作っていきましょうねいやとっていう感じで俺はいいと思いますよねこういうねいざこざは絶対起きるんですよねそれをですねでもねこの壊滅的なですねもう労働人口の減り方はねマジで壊滅的だからもうすでに現在進行形で農業とか介護とかさ普通のさコンビニとか もう明らかにね、外国人増えてきてるでしょあれは日本人で働いてくれる人がいないからなのよ。いないからなんですよ。もう明らかに外国人労働者に頼らなきゃいけないという状況がすでに生まれておりますので、残念ながらな、残念、残念だよな、本当な、生まれておりますので、え、だからね、えー、しかもこれから減っていくと。だから壊滅的な労働人口減少も止めるために、慎重に外国人労働者は進めていきましょう。 ね、いや、もうそれしかないと思うよ。で、時折折でいろんな法律作ってきゃいいんですよ。で、あと何かあったっけあ、そうだ、あのね、どこの国もやっていて成功していない政策。いや、ちょっと極論だって。なんか、だから、成功っていうのは,それはメリットだらけっていう話でしょ。だから、メリットと、あとデメリット、発、どうしても発生してしまうデメリット。そこのバランスを見ながらね、バランスを見ながら進めていこうよとね。で、AI 活用っていう一つがある。そう、AI 活用は大事なんですよね。だから AI 活用してね、あの、少ない労働人口で、今までと同じ生産性を保てるように、もしくはそれ以上の生産性を保てるようにしようっていうのは、これ大正解なんですよ。 でもね、それだけじゃ多分ね、足りないという判断をしてるんですよね。え、まだから現在進行形でね、労働者がに、に足らないと無理な産業も続出しきてるよね、してきてるよねと。で、これからもですね、そういう新しいですね、新しく人が足りないよっていう産業は増えるんですよね。これドライバーとかさ。で、給料を上げただけでは、完全に解消できないんですよ。なんで給料を上げただけで解消できないかというと、労働人口そのものが、給料が足りてないから。給料をですね、10倍にしたところで、人、人間の数も10倍にできるわけじゃないでしょ。で、結局足りない、人口的に足りないところが出てくるから、そこを少し外国人労働者で補ったりとか、 AI 活用して少ない人間でも回せるようにしたりとかいろんな対策をね複合的に考えていきましょうっていうのがの多分ね今の政府の考え方だと思いますよね。あと何かあったかなああ、あとねなんかね人手不足っていうのがそもそも真っ赤な嘘じゃねえのかとねハローワークに行ったらですねなんかん仕事を求めてる人が山ほどいるとね山ほどいるとこれで人手不足どういうことはーと。いや、ふざりこれね後でグラフ見せますけれども日本の人口自体が減ってるでしょ 日本の人口自体が減ってるっていうことは、労働者人口も減っていくのは当たり前のことじゃないですか。しかもね、ご老人がめっちゃ増えてる。ご老人がめっちゃ増えているけれどもえ、子供の数はあんまり増えてないという状況があるんだから、今後、労働人口ね、えっと、何歳だっ,っけ、16歳から、えー、64歳、15歳から64歳かな、まあ、働いてくれる年齢の方々ですよ。ここの人口が減っていくのは当たり前のことなんですよね。だから嘘じゃないんです。 労働人口減ってるんです、残念ながら。これはもう明確に政府の統計としても出てるから、もうそこを疑わないでほしいんだよね。で、えー、だからね、だから、だからね、AI 使ったり、少子化対策やったりとかしてですね、複合的に解決していくのが大事だよっていう話でございます。えー、そんなね、そんなね、あのね、人手不足は嘘であるみたいなですね、そんなおとどい国家反逆罪、国家反逆罪ものですね、嘘をついてですね、いや、そういう考え人材を入れるっていうことは、ちょっとね、陰謀論に近くなっちゃうから、それはやめた方がいいですよという話ですなあ。ほんでこれね、あの、これ、これね、いい、いい,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 いですね、あの、ポスト がありましてこれ太郎さんというで、すすすねね死ぬほどバズっっっったポストがががあっててててて岸田政政、ね、政権権進めいいるるるでで策うのを教えてくれてる方がいらっしゃるんですよでこれね、短くてすげえわかりやすいからね、ちょっと読んでみようか。あのね、移民政策に関してはどうだろう、日本の政策って言うとねえ。そもそも移民っていうのは母国を捨てて移動する人たちのことですよ。自民党が進めているこの特定技能という資金を通して与えられる在留資格ね、1号と2号がありますよね。え、これはですねえ、日本で働ける程度の一定水準の能力、つまり日本語がある程度喋れるであるとか、専門知識を持って ででであるるとかかもううその辺からすすねななながボートに乗って不法やっててやきた不法意味が取れるよよ資格じゃないんですよちゃんとした労働者として認められるレベルのですね、方々、なんだよね。えー、だからここでか認められた方々はですね、やっぱり、ね、価値はあるんですよね。えー、そして、一定水準のですね、能力が求められるんですと、勉強した割に日本で働かずに、納税を怠ったらね、これそう、あのね、納税であるとか、社会保障を払わないっていう外国人は、えっ、ー、とね、永住資格をですね、剥奪されます。 そういう資格なんですよね。だから大量に移民が来る仕組みにはね、なり得ないんですよ。そりゃそうですよ。だって、移民が来てもさ、働けなかったらさ、税金もさ、あの、社会保険料も払えないでしょとなったら、もう強制送還になるという仕組みが今できつつあるんですよ。 だったら不法移民で日本が溢れかえるという状況にならんでしょそら不法移民をね、強制送還する余計な税金とかかったりすると思うんだけれども、そこはもう仕方がない経費としてですね、見,見ていただこうじゃないか。ね、えー、だから、ちっちゃい下にね、ちっちゃく書いてあるんだけど、これも見ようか。移民政策の誤回と補足、特定技能には1号さんと2号さんがいますと。1号はですね、家族を帯同することができません。ここが一番人数多いんだけどね、えー、通算、通算5年で在留宿が切れますが、こちらの方がたくさんいてですね、数十万人から100万人を超えるぐらいのね、数がいるんだと。そしてね、二号 2号さんはね、スーパースペック、ハイスキル外国人でございますよね、この2号さんは家族を連れてきてもいいよ、そして永住してもいいよという話になるんだけれども、これ、人数がね、人数がね、昨年末時点で37人しかいないです、わかりますこんな広い日本で、2号っていうですね、家族を連れてきてもいいよって呼ばれてる方の人数は、たったの37人なんです。ね、外国人に日本が侵されてしまうって思う思わないよね <laughs> で、二号さんっていうのはね、本当にハイス、ハイスペックなの分かるでしょだって、何十万人も一号がいる中、二号を合格してるのは37人しかいないんですよ。本当にね、すごくハイスペックで、すごい実績を残した方しか二号になれないの家族を連れてこれないんですよ。ねそういう状況なんでございますから、そんなに不安にならなくてもいいですよ。ちなみにどちらの資格も、日本語試験が、試験がですね、あのー、必須科目でございますよと。で、あとは何かあったかなコーヒー飲んでいい あ、あとね、太郎さん書いてあるのはね、移民政策もとい、外国人労働者を呼ぶ理由ね、少子高齢化で労働人口が減っているプラス、これから毎年20万人以上のですね、労働人口が減りますよねと、と。現在、少子高齢化あ、少子化対策をしていますが、今すぐ日本人の子供が大量に生まれても、労働人口に入るには、15歳になるですね、15年後まで含まれませんえ。その間にですね、300万人近くの労働者が減るのをですね、穴埋めするよっていう話なんだよね。で、労、で、あとね、 外国人労働者を呼ぶ理由、2位かなこれね。えっ、ー、とね、土木建築関係の人間が、人が、もう明らかに不足してるんですよ。例えば、あの、万博をですね、あの、万博のためにはですね、いろんな建築業者が必要でしょう。でもね、そこがね、もう人が集まらないと。外国人労働者入れないと人が集まらないみたいな状況になってるんですよ。ほ、ガチで、建築業界で人が足りない、え、う業界自体が崩壊するっていうのは、もう、日本の国力自体がめちゃめちゃ衰えちゃうから、そこは外国人労働者入れるの俺いいんじゃないのかね。うん。えー、能登半島は地形が問題だが、このまま人手不足、 であるるなならば関東でもも復旧にに時間がかかかよううってしまうかもしれままれせんで物流関係ドライバーさんだよねの人手不足え流通が滞る地域が出始めると思われますとであと何よりもでかいのが社会保険料の高騰対策なんですよねつまりねご老人が増えているけど労働人口が減ってるっていうふうになるとねご老人っていうのはね医療とか年金とかでめっちゃお金かかるでしょねでもそこを補うための労働人口が減っちゃってるんですよ となったら、俺たち労働者って、ご老人のね、年金とかさ、医療費を払うために、めちゃめちゃ保険料取られるんですよ。それ下げたいでしょそこの保険料下げるためには、やっぱり外国人労働者に日本に来てもらって、税金とか社会保険料を、俺たちみたいにちゃんと払ってもらう。ねっていうのが大事なんですよ。 ね、それは普通の考え方でしょね。だから外国人労働者は必要っていう話だね。え労働者が増えて、払う人が増えた分はですね、えー、高等を抑えられるという話なんですよ。ね。で、僕なんかはね、これね、年金だった一時金とかね、外国人生活保護を撲滅しようという話を進めてるんだけど、そう、あのね、 ちゃんとルール整えて、バカな外国人は苦しい。でも正しく働いてる外国人は天国。ね。そんな日本を作っていきませんかという活動なんだよね。はい。えー、というのは、すんげえ長くなっちゃってんな。あ、あとね、これね、外国人政策の中でね、俺がね、ネットを見てて思うことはね、これあってですね、この外国人労働者、移民政策ってね、これね、3つの派閥があるんですよ。3つの派閥があるの。で、これ今1から3まであるけれども、正しいのは1だけで、2と3にはね、煽られちゃダメ。騙されちゃダメ。いきますよ。 はい、えまずね、一番、一番というのは、これ自民党政権がやっていることで、労働者が減少している、ね、少なくなってしまっている問題を、外国人労働者を入れたり、え賃上げをね、したり、ね、岸田政権なんてめっちゃ賃上げしてるでしょあのー、中小企業もですね、4.63%でしたっけ賃上げ上がりましたよね。こんな感じで賃,賃上げをして、ね、労働者の意欲を増したり、労働者の数を増やしたり、で、労働者はどうしても減ってしまうから、AI を活用して、少ない、ね、労働者の数でも、今までと同じ生産性を保てるような体制を作ったり、えそもそも少子高齢化ね、特に少子化をですね、 とかしやがれというところだよね少子化の対策もこれから行っていったりとかですね複合的に解決しようじゃないかっていうのが自民党政権でこれはね俺正しいと思うので問題なのはここから先ね極左ねあの左翼のバカどもねこの状況を利用してね外国人労働者を少し多めに入れないといけないよねっていう状況を利用してじゃあ外国人参政権だーとかですね外国人にもっともっと権利をとかですねアホみたいなことを言うですね福島みずみたいな奴らがいるだろうねこの極左思考をですねこの機会に広げようとするバカがいるからこういうやつらは止めなきゃだ こういう奴らは何としても止めなきゃダメ。ね。っていうのと、あと最近ね、右翼の方々がね、ちょっとおかしくなってるんですよね。右翼は右翼でですね、暴力的な外国人動画ね。あのね海外ではですね、移民たちがこんな感じで暴れたぞ、オラーみたいな動画がね、最近よく目にするでしょ。あれね、あのね、右側のね、あのカタカタ、ね、方々がめっちゃ広げてるんだけれども。 ね、その暴力的な外国人動画であるとか、移民不安あおりね、日本の文化が侵されるってですね、これ入れすぎたら侵されると思うよ。で、頭の悪い奴ばっかり入れたら侵されると思うよ。だから頭の悪い奴はできるだけ、できるだけ排除をして、正しく日本で、えー、期限付きで労働してくれる、ね、えー、それの中でですね、高い技術力を持っていたりとか、正しく日本の文化を理解してくれてる方にはね、永住者資格を与えるとかね、そういう正しい対応を積み重ねていけばですね、そのね、あの移民が不安だという状況にはならないんだけれども、でも移民が、移民によって日本が侵されるとか、 極端なことを言ってですね、インプレを稼いでね、金を儲けて、影響力を持とうとしているですね、あのね、あの、右、ネトウヨさんたちがですね、めっちゃいるわけですよ ね、このね、2と3に騙されてしまうと、ね、このね、外国人労働者問題とか移民問題をね、の見方を完全にね、間違えてしまうわけでございますよね。だから今自民党政権の、ね、少なくとも岸田政、安倍政権からね、えー、岸田政権までの流れではですね、この外国人労働者っていうのはね、結構正しい形でね、正しい形でね、俺は対応できてると思いますよ。はい。えー、というのがですね、これバイデンからの話でございますが、ちょっとね、最後ね、このパルプさんのですね、ノート読もうかなと思ったんだけど、あの、ちょっとクソげえ動画になっちゃうな。めちゃめちゃクソげえ動画になっちゃうな。 いいいいで、こっからはね、パルプさんがですね、これね、あの、日本の移民問題、外国人労働者問題について書いてくれてるところをですね、どうしようか、ちょっと多少端しりながらですね、ちょっと読んでいこうと思うので、あ、でもね、あの、概,あの概要欄にですね、このパルプさんのね、ノートを貼っとくんで、もしよかったらそっちからね、時間のない方はそっちから見てみてください。見てみてください。はい。えー、ということでね、これパルプさんのね、パルプさんのこの日本の移民政策において、えー、見て、ちょっと見ていきましょうか。見ていきましょうか。ね、いきますよ。 時事日本の移民政策。はい、これはね、これもですね、あまりにね、誤解が多いと思うので、整理をしました。えー、多分ですね、外国人労働者と、移民と、難民と、えー、そして、帰化と、永住と、一時滞在と、その他、諸々の定義や区分が、みんな曖昧なんじゃないのかなと思います。そうなんですよ。ここのね、区分ですっごい大事で、ね、だってね、この区分によってね、あの、国の対応って全然違うんですよ。ね、あの、持ってる権利も全然違うんですよ。だから、ここをね、正しく見ないと、ね、これを全部外国人不法移民だ、みたいな感じで,で切っちゃうと、 もうね、正しい主張できなくなっちゃうから。ね、いきますね。えー、これね、ネットの論調は受け入れたくないというのが主流だと思います。つまり外国人労働者ね。まあ、そりゃそうですわな、と。えー、異文化流入でのですね、コミュニケーションの問題、えー、文化や価値観が違う人々との圧力、ね、ある、あるでしょうな。えー、治安維持の難易度などの問題が算式していますので、そう、日本人以外のですね、例えば、あの、クルド人をですね、うまく警察がぎょ、ぎょすことね、コントロールすることができているかっつうと、俺、あんまできてないと思うんだよね。 ね、ああいう問題がね、日本中にはびこったら嫌でしょねあ。だから反対するという気,の気持ちはめっちゃわかるんだよね。うん。で、ここで問題なのはですね、受け入れた時のメリットとデメリット、あと受け入れない時のメリットとデメリットをね、あ要するにですね、これ外国人労働者がいた場合のメリットは何で、いなかった場合のデメリットは何とかそ、そういうことをね、ちゃんと区分けしていこうね、という話え、全く受け入れないのがいいのか、受け入れる場合はどのくらい受け入れるのか、どんな人を受け入れるんだろうかが、すっきり理解できれば、考え方の指針になりうるかなっていうのがですね、この記事の狙いでございます。あ一回ですね 全部整理,してみましょう整理しましょう整理しましょう大事なね。これでも背景を知ったりね、データを知ったりするのがすっごい大事なんですよそれがわからないと絶対ね、あの外国人問題はね、あの見、誤りますね。僕なんかはね、年金だった一時金で外国人生活保護をですね、撲滅したいと、ね、消滅させたいと思っていろいろ見たからですね、なんとなくわかるんだけれども、いちいちね、みんな忙しいからね、そんなのい、知らないでしょ知らないでしょでもね、このノートはね、よくまとまっているから見る価値あると思うよ。はい、行きましょうか。じゃあ、どこから行こうか、どかこかいうか。はい。えー、この目次はいいか、目次はいいか、目次は飛ばしてですね。 はい。えー、この生産年齢人口の減少。つまりですね、あの、働けるね、お、ね、おじさんとか働ける人たちが減ってきているということと、えこ超高齢化社会のじじいどもが増えているという話だね。まずはですね、日本国内の現状把握からですと、えー、人口ピラミッドが若年層が多い時代、ね、若い人間が多い時代は、移民なんて受けれなくても、どうとでもなったんですよね。だっ働いてくれる人間がさ、多いんだから。ね。しかもですね、あの、多少負担がかかってしまうご老人たちの人数少なかったからね、昔はね。はい。だから、労働人口をキープできれば、わざわざ海外から人を招く 必要もないんだよね、うん、そして、えー、生産年齢人口ね、現役でバリバリ働ける世代のですね、人口っていうのは、年々減少しているんですよね。はい、これね、これね、子供世代っていうのはね、14歳までの方。で、15歳から64歳の,の人口が、えー、この生産労働なな、なんだっけ、あの、えーまあ、仕事仕事が、えー、生産年齢人口でございますよね。で、65歳以上がですね、ご老人という話になりますよね。で、この生産年齢人口でいうですね、15歳から64歳というのは、1995年、あの辺をピークにですね、どん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 減ってきてるのよ。でもおじじ 人たちはどどどどんどんんどんん増えてきてきるんですよつまり、働いてる人たちの負担がどん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 上がってきてるのは。あの人たち年齢、ね、年金とか医療費でお金かかるからね。えー、そしてですね、2023年9月時点の、えー、日本の高齢化率は29.1%でございます。これは年々上がっております、えー。いずれですね、少子高齢化ではなく、超高齢社会が現在進行形でどんどんと進行しているという状況です、じという実情をですね、まずはね、把握しておきましょうということですよね。はい。えー、っとですね、えー、どこ,どこだっけはい。ちょっとコーヒーのコーヒー飲んでいい はい。えー、俗に言う超高齢化社会というのはですね、高齢化率が21%以上のことを言うんですよね。で、日本は今29.1%でございますので、えー、もうすでに超高齢化社会になっているという話です。で、このグラフ何か、このグラフ何かわかります昭和25年ね、これね、えっ、ー、と、なんだろうな、今の憲法ができたくらいの年だよね、えー、からですね、えー、2065年未来でございますよね。このね、年齢比率がどういうふうに変わっていくのかっていうところなんだけど、すごい簡単に言うと、昔はね、この若者15歳未いの子供たちがめっちゃ多かったんですよ。で、この子供たちはいずれですね、あのね、 働ける世代になっていくで、しょで老人がね、少なかったんですよね。まあ、戦争でいっぱい死んだからなのかないや、わかんない。そんなことないか、わかんないんだけど、老人たちが少なかったんですよ。で、働いて稼ぐ世代がめっちゃ多かったんですね、昔はね。で、これがどん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 ね、あの、ね、あの変化をしてきて、まずね、子供たちが半分以下になりました。めちゃめちゃ減った。めっちゃ減った。半分以下どころか、3分の1くらいになっちゃったんですよ。で、ご老人の比率はですね、あの、まあ、10倍くらいになりましたな。ガチで10倍くらいになってるでね。あの、7、8倍くらいに増えたんだよ。で、労働人口ね、これこの、ご老人たちを 支える世代の人数っていうのはちょっと減っちゃったんだよね。10%くらい減っちゃってるのよ。 だから、だから大変だよね、と。ね。明らかにですね、これね、もう負担は増えてるのに、ね、働ける世代が減っちゃってるから、もうニッチもサッチもいかない状況に、ね、なってしまうんですよね。だから、これを解消するために、ね、AI を活用して、少ない人間でも同じだけの生産性を保てるように、で、外国人の方にもですね、労働者として入ってもらって、ええちょっと力を借りてとかですね、いろんな方法を使って、ね、これを解決していかなきゃいけないんだよね。はい。え現状ははですすねね生産年年齢人口は年々減っていきまよ ですね。状況でございます。はい。いずれそうなるわけでございます。ではなくですね、待ったなしなのが、えー、ご理解いただけるかと思います。あの、猶予はないんですと。ね。だってもうおじいちゃんたちが増えていって、で働ける世代が、ね、どんどん減っていって、で、子供たちの数は全然増えてないから、この働ける世代もですね、今後増えて、増えようがないという状況。もうね、待ったなしなんですよ。ね。なんとかね、少子高齢化、ね、この少子化対策がと、ちゃんと効果が見えてくるような状況になるまでは、外国人労働者に頼らないと、年金が払えません。 医療費も払えません。っていう状況になりかねないんだよね。うん。えー、そして総人口、2010年をピークに、えー、日本の人口の方はですね、これ減少のターンに入ってきてしまってますと、はい。日本人そのものが減っていくんですよ。ね。えー、2020年でですね、えー、1億2000万人ほど言いましたけれども、2065年には、はい。えー、8000万人台まで減ってしまうと。ね。だいたい3分の2くらいになってしまうと。ね。いう状況がですね、もうもうはっきり見えてるんですよ。でも老人の数はほとんど減ってないけれども、ね。仕事をできる人間の比率は、めちゃめちゃ減っていくという状況です。 ね。ここの穴埋めをやっぱりしたいんだよね。いろんな形でね。外国人労働者だけではなくてね。いろんな形でしなきゃいけないんだよね。でも外国人労働者にもね、倒れなきゃいけないという現状があるのはなんとなく分かってほしいんだよね。も、ま、う、あ、嫌な気持ちはわかるんだけどさ。うん。で、はい、外国人の人口に関して、え次に確認をしたいのが、前日の減っていく日本人との対比で、増えていく外国人のお話でございます。はい、外国人人口増加の理由、日本は周囲を海で囲まれている島国でございます。かつ江戸時代は鎖国をしていたという経緯もありまして、大陸に位置して、地続きで、え他国 と隣接をする環境ではなかったね島国でございますから海に囲まれてるんだよねかつてはですね外国人の往来が盛んではありませんでしたなかなか気にくかったからね日本にはねで我が国もですね国際化をして1980年代前後からですね外国人の材料つまりね日本でずっと暮らす外国人が増えてきておりましてそれに伴って自然発生的に日本人と国際結婚をしたり永住許可を取得したりする外国人も増えてきてましたねまた経済発展に伴って海外とつながりを持つ企業が今どんどん増えてきてますから日系企業が海外に拠点を持ったり海外 国際の企業が日本に進出をしたりすることが増えましてえ国際的な人材の往来が増えてきましたえ、日本に駐在をする外国人や日本での就職を選ぶ外国人というのは自然とね、まあ、国際社会になったら自然と増えてくるよねで、ここでご留意いただきたいのが今の50代から60代は若い頃はほぼ外国人が皆無全然ね見たことがないという時代を過ごしているんだけれども今の10代とか20代は外国人がいるのは当たり前な時代を過ごしているという背景がありますえ、世代間で外国人に対しての感覚に大きな開きがあるという前提があるんだよね しかも納得の文章でしょうね。そしてですね、コーヒー飲んでいい はい。近年のですね、在留外国人の人口推移でございます。ね。日本にいるですね、外国人、どのくらいの勢いで増えてるのかなということだね。2022年の6月末の時点のデータでご紹介しましょう。はい。え在留外国人の総数は、約ですね、296万人ぐらいですね。2 9 0約300万人ですね。はい。永住者総数は、84万人でございます。大きな割合を占めるのは、中期滞在者、ね、期間限定で5年とか10年くらいいる方だけですね。えー、がですね、182万人くらいでございます。全体の61%。そして、特別永住者、いわゆる在日の 韓国人の方々ですわ、この特別永住者はいずれゼロになります。いずれゼロになります。なんでか分かるなくなっていくからですよ、寿命で。で、特別永住者はですね、増えません。今後、1人たりとも増えません。はい、まあ、そういう状況ですわね。<laughs> 特別永住者、いわゆる在日の韓国人、朝鮮人、台湾人でございます。これが29万人ほどいました。全体の約10%です。永住者はですね、28%程度です。日本での移民が、安倍元総理の答弁の定義通り、永住とする場合はですね、移民はですね、今84.5万人いるという状況でございます。はい、に日本の総人口がですね、1億24000万人程度でございますので、永住者の占める割合は0.67%でございますね。1000人中6人から7人が外国人、いわゆる戦後の在日が 国人人人を含めた場合はは0.91% 1000 9 1%ででで約1だねね中9人くらいといいとうのがですす、ね、データでございます、はい、どこからが、ね、移民が多いとするか判定するのの基準はですね、人それぞれだと思うんだけれども、1000人中9人が移民が多いと判定するのはですね、ちょっと微妙じゃないですか、とねえ。という話なんだよね。さっきね、僕が見せたデータを思い出していただきたいんだけど。 はい。え、これはですね、2020年,2020年の段階で、その算定の仕方が多分ち、ちょっと違うからだろうね。僕が紹介したデータの方が移民の数は多いですね。2.2%がね、日本の中では移民になっているという数、数えられているから。だからね、こう中期滞在者とかね、あの辺も全部含めてるんだろうな、おそらくね。数的に言ったら多分そうだよね。うん。で、2.2%ですという状況でえ、それよりも見なきゃいけないのは、他の国々がどのくらいの移民比率かなんだよね。イギリスは14%、アメリカは15.3%、ドイツは19%ねえ、ロシアは8%。 タイなんかは5.2%、マレーシアは約10%という形で、やっぱね、それなりの数があるんだよね。となったら、日本のね、この2.2%とか、約、えー、と、パルプさんの資料で言うと、約1%という状況は、そんな移民がめちゃめちゃ多いぞという状況ではないんだよね。今現在ね。はい、えー。安倍さんがどんだけ入れようとして頑張って入れたとしても、この状況だっていう話なんですよ。結構ね、安倍,安倍政権がね、頑張って外国人を、のですね、この外国人労働者を入れてきた結果、その結果があったとしても、この状況なんですよ。 あんまりね、移民って、日本をね、移民先に選ぶ人っていないんだよね。 っていうのが状況だからそんなに心配しなくても大丈夫だよっていうことね。はい。そして外国人労働者のととですね、移民と難民と純難民。これは何だろうねこの、この区分けをですね、見ていきましょう。外国人労働者とは、えー、厚生労働省の定義を見てみましょうね。えー、外国人とは、日本国籍を有していないものを言いまして、特別永住者並びに在留資格が外交及び公用のものを除くとすると。えー、またですね、外国人労働者とは、外国人の労働者を言うものであると。えー、なおですね、外国人労働者には、外国人の技能実習の、えー、適正な実習及び技能実習生の保護に関する法律、えー え、ですね。えー、に規定する技能実習生も含まれているという話。これをさらに細分化するとこうなるんだよね。はい、いきますよ。専門的、技術的分野の在留資格を持っているよね。え、終了系の在留資格で来日をしてくるですね。外国人労働者。ここがある意味一番好ましいかもしれないね。はい。で、あと身分に基づく在留資格。永住者や定住者など活動制限がないため、あらゆる業務への従事が可能な方々でございます。そして技能実習生。えー、発展途上国から、えー、技術取得のために訪れる技能実習生でございます。そして特 特定活動の、えー、在留資格ですね、えー。期間限定でワーキングホリデーや EPA 介護福祉資格候補者などが該当します。そして資格外の活動、えー、本来の在留資格で指定されている活動外の活動をするための資格、えー。具体的に言えば留学生のアルバイトなどが該当しますという形で、同じで、ね、外国人労働者としてもですね、いろんな方がいるんだよね。だ一個一個への対応が必要なんですよね。ちょコーヒーのコーヒー飲んでいい。 で、あるならば、移民っていうのは何なのかっていう定義なんだよね。この移民の定義はね、意外とね、日本ではね、これね、難しいんですよね。これで分かりにくいのが、えー、国際的な定義と日本での定義に、実はね、差があるんだよね。 ね、えー、まずですね、あの、国際移住機関による移民の定義でございます。はい、移民とはですね、国際法などで定義されているものではなく、一国内かあ国境をですね、超えるか、一時的か恒久的かに関わらず、またいかなる理由であれ、本来の居住地を離れて移動する人々のことを言いますと、一般的な理解に基づくですね、総称でございますと。であるならば日本はとえ、日本における移民の定義はどうなっているのか。日本政府は移民とは外国人が日本国籍を取得をして、え、え永続的に永住することを指しておりますと。 そのため、期限付きの在留資格を持って日本で暮らしている外国人は、あくまで一時的に日本に滞留しているだけであり、移民ではないというふうにしてるわけですね。はい、この、こういうね、認識大事なんですよ。で、それをね、あの、示す定義はここに書いてあるんだけど、また時間があるときに、ね、書いてください。あの、安倍さん。ね、安倍さんのこれ言葉だからね、さっきのはね。はい。で、難民とはじゃあ何なのか。え国連での難民の定義はこちらでございます。ざっくり言うと、母国が危険な状況で、帰るに帰れない人々、といたところですよね。これは、これは実際そうでございますよ。はい。え日本はですね そそも,そもでしかもねこの日本っていうのは難民の受け入れに関してはすんごい厳しいです以前ね別の動画でも言ったことあるんだけれどもイギリスとかねアメリカと比べたら難民認定率20分の1とか10分の1とかめちゃくちゃ厳しいんですよ だから難民という形で、えー、外国人がね、日本の国内で増えることはまずないですわ。はい、各国の難民受け入れの状況をご確認くださいと。2022年は3772人が難民申請を行って、認定されたのは202人。ね、一方3570人が不認定になりました、えー。認定数は過去最低、過去最多なんだけれども、依然としてですね、日本今少ない、とっても少ない認定数でございます。賛否はともかく、現状はこのような推移でございますとね。だから日本がね、 あの、難民申請をする人間の数もそんなにすごい勢いで増えてるわけではないし、えー、認定してる人数もあんまり増えてないんだよね。はい。えー、日本はですね、この、ね、特にね、でもね、日本は偽装難民を警戒していますよね。これ、あ何かというと、2011 10年、えー、日本はすべての難民認定申請者に対して、一律で就労を許可することにしましたよね。えー、しかし、えー、避難生活を余儀なくされて、支援を必要とする難民ではなく、出稼ぎ目的の難民認定を受けようとする人が急増しました。これが俗に言うですね、あの、最近言われ クルド人不法滞在しただね、クルド人の方々もね、そのね、あの、デマによってね、あの、迫害を受けてしまっている部分もございますので、ここはね、非常にね、これ扱いがね、扱いはね、これ慎重になった方がいいと思いますよ。うん、で、2018年、えー、これらをですね、考慮して、一律でのですね、終了許可をですね、廃止しました。えー、各国のですね、大使館に集中することによって、難民認定申請を厳しくしました。本当に厳しくなってます。はい。えー、で、あとですね、準難民とはとね、えー、準難民制度って最近できたでしょ。 ね、これ、これは、でもね、結構ね、大事な制度なんだよ、これって。入管法で難民とは、人種、宗教、国籍、特定の社会的な集団の構成員であることは、あること、または政治的な意見を理由として、迫害を受ける恐れがあるという十分に理由の、理由のある恐怖を有するために、国籍外、国籍国の外にいるものであって、その国籍国のですね、あの、保護を受けることができないか、またはそれを望まないものを言いますとね、これは非常にハードルが高く、例えば戦火を逃れてきた人は含まれていないんだよね。だから 日本でで難難民認定を受けるのは本本当に難しいんですよ、ね、本来であればね、人道的にね、あのかわいそうだなと僕,僕らも思うことあるわけじゃないですか、難民の方を見てね。で、そういう難民の方をね、難民,難民として日本が認定するためにしてあげたいと思う時があったとしても、でもそれでも日本の難民認定っていうのは、めちゃめちゃ厳しいから、なかなか認められないっていう状況にあるんですよ。で、そういう方のために、準難民というものができたんだよね。 はい。ウクライナ情勢などを考慮して、例えばね、こ戦争から逃れた人たちを受け入れるという目的で、純難民という制度をですね、新設をしました。で、これもう一個ね、俺逆、前から言ってることがあるんだけれども、この純難民という制度がなかったらですね、ウイグル人の方々もね、結構ね、やばいことになるんですよ。例えば、ウイグル人っていうのは中国共産党からウイグル人ジェノサイドっていうのを受けてますよね。受けてますよね。助けてあげたいなと思いますよね。でもね、この難民申請がね、やっぱりね、ハードルがすげえ高いから、なかなかね、ウイグル人であっても通らないと。昔ね、すっごい嫌なことがあったの。結果ね、 あのね、難民申請をしてね、日本でね、日本で難民申請をしたね、ウイグル人の女の子がいたんですよ。でもね、日本で本当に難民申請厳しいから、認めなかったんですよ。ね、結果、その、ね、ウイグル人の女の子は、中国に返されてしまうという地獄のような事態になって、結果、家族も俺とも殺されてしまったんです。嫌な話だろ嫌でしょね。で、そういうのをですね、やっぱりねあの、少なくしなきゃいけないよねっていう目的もあって、この準難民というものができてるんですよ。 別にだからね、あの外国人や、あ不法外国人をですね、あの、助けるための制度じゃないんですよね、これね。はい、まあいいや。え、そしてですね、特定技能についてというところだね。はい、よく特定技能制度の1号とか2号とかあるでしょ。あれですよね、さっきの説明もあったけどね。え、外国人労働者のうち、比較的新しい制度がですね、こちらの特定技能制度でございます。え、特定技能1号と2号の人数をご確認くださいと。これは2023年5月末の時点ですと。え、特定技能2号ってたったの11人なんですよね。そう。あのね、 特定技能の1号はですね、今現段階では多分100万人前後くらいいるんですよ。特定技能1号ね。あの、そして特定技能2号っていうのは本当にあのスキルの高い方々なんだけれども、この1号と2号のね、大きな違い言いましょうか。家族を連れてこれるかどうかなんですよ。ね、移民政策で不安な方そこでしょほんななんかさ、日本に働きに来てる人間がさ、全員家族を連れてくることができるってなってしまったらですね、外国人めっちゃ増えるイメージあるでしょじゃコこういうのも。 でもね、外国人、あでもね、この労働者の中で、家族を帯同できる、家族を連れてくることができるのは、この2号さんだけなんですよ。で、2号さんっていうのの人数はですね、えー、去年の時点で11人なんです。で、最新のデータでも37人しかいないんですよ。1号は100万人レベルでいるんだよ。でも2号は37人しかいないんですよ。ね、パルブさんのデータはね、9月末の時点だから、11人になってるけどね。まあ、ものすごい差があるでしょ ね。だからね、2号をね、あんまり日本人、日本制度ね、増やす気ないのよ。でも、もともと制度的に厳しいから、そんな簡単に増えないんだけどね。で、逆にね、2号に合格できるレベルの外国人だったら、何ぼでも日本に来てほしいわ。すっごいスキル高いってことだから。めちゃめちゃね、税金を納めてくれるぜ。マジで。そんなんめっちゃ来てほしいけど、そこの人たちがですね、選ぶほどね、日本ってまだそんな魅力的な国じゃないですよ。円安でさ、給料も安いじゃん。 ねだからね、もうね、家族が連れて、が移民が全て家族を連れてくるぞっていうのはデマなんですよ。そんな連れてこないんだって。ねはい。まあいいや。 ね、えー、また、それぞれの要件でございますと、えー、特定技能2号になったからといって、更新なしでずっと滞在できるというものでもないんだよね。えー、更新回数の制限はありませんが、岸田首相がですね、外国人労働者とその家族が、えー、日本にですね、えー、無期限で滞在できる特定技能2号をですね、2分野から人手不足のにのの悩むですね、サービス業を含む11分野に拡大しましたよね。これ絞りすぎて少なくなりすぎたからなんですよね。これね、11分野に拡大したからですね、えー、たくさんの外国人が家族を連れてくるぞ。あ、移民に日本が支配されるとか言て 言ってるる人いるんだけどこれ嘘です嘘でですすあの、ね、業種用で拡大したところでですね結局増えたのはね11人から37人に増えただけだからねでも1号さんは100万人レベルでいるんだから。ね 2号、家族を帯同してね、家族を連れてこれる人間というのは、もうほとんどいないんです。これまたよかったらこれ全部見ておいてください。はい。えー、で、特定に行け二号の人数がかなり絞られているのはご覧の通りです。えー、これはですね、スキルの高い熟練の技術者が高いハードルを超えられた場合のみですね、長期滞在であるとか、家族を連れてくることが許可されるからなんですよ、とね。だから無尽蔵に誰でもウェルカムな状態じゃないのは、お分かりいただけるかと思いますよね。これ、もう本当にね、 いや、もう俺のね、外国人労働者にある程度入ってきてもらわないと困るよねと思ってる。俺、俺の視点で言うよ。み、多分みんなと逆だと思うんだけど。もっと緩めてもいいんじゃねえのと思うくらい厳しいんですよ、本当に。めっちゃ厳しいの。いや、マジで厳しいと思うよ。 本当に。だからね、そんなドカーンって外国人増えたりしないから。うん。俺もうちょっと外国人労働者入れないと、年間ね、あの、なんだろう、労働人口って20万人ずつくらい減っていくんだよ。だったらね、単純計算20万人ずつ毎年ね、あの、外国人入れないと人数足んねえじゃんっていう話じゃん。でもね、こんだけ厳しかったらね、毎年20万人なんかね、増やしようがないです。無理です。はい、だからその分ね、ほんと AI の活用とかさ、少子化対策とかさ、もっと頑張ってくるよ、政府とか、ね、いろいろ思うところあるもんね。まあいいや。 あとね、はい、入管管理法の変遷でございます。そもそも入管管理法とはどういう法律なのかから確認をしましょう。はい、正確にはですねあの、出入国管理及び難民認定法と言いまして、ポツダム宣言に基づいて、1951年10月の4日に公表されておりますとね、えー、それがこちらでございますとね、えー、過去に幾度も改正されているんですが、ここ数年のみをですね、ピックアップしますね。はい、2018年どういうふうに改正されたのか、えー、2018年の12月8日、えー、出入国管理及び難民認定法及び法務省設置の一部を改正する法律が成立。はい これ、同年の、同月の14日に交付、2019年4月の1日に交付されました。はい、これがね、特定技能制度の創設だったんだよね。え、新たな在留資格として、以下の2項目ができました。え、技能実習制度との違いは、同一職種であるならば、転職や移転が、転職や移転があること。これがね、特定技能1号と2号でございますよね。まあ、詳細なものはまた見てみてください。え、これはね、2021年ね、取り下げがある取り下げがありました。2021年に提出をされた法律案は、取り下げになりました。はい、問題とされている点は、不,不法滞在者の帰国。 国の徹底、え難民認定手続き中の外国人も、え難民申請が3回で強制送還できるようにするね。これ今回ね成立したんだけどな。イエイ。え,え強制送還を拒む人に対しては、刑事罰を加えることも可能。こういうのがね取り下げられてしまったんですよね。はい。かつてはえ帰国をすると身に危険が及ぶことで難民申請をしているので強制捜査が保留されてしまいまして日本にいることを許されていました。しかし元々日本の難民認定率は諸外国と比べてとっても低く。 またですね、入管施設にですね、収容されていたスリランカ人の女性ウィシュマさんが過酷な扱いを受けて死亡したという事件をきっかけに、改正案に対しての批判が高まって、この改正が取り下げになったというね、こ,これらがね、これらがね、えー、という経緯がございました。そして20 20 2023年の改正、これは僕たちにとって最高の改正になったよね。はい、これね、23年6月の9日に、参議院本会議で成立をしました。大きなポイントは、難民申請3回以降の場合は、本国に強制送還が可能になったね。3回もですね、難民申請して、ダメって言われたんだったら、もう 国に帰れということをですね。言えるようになったということですな。はい。えー、これは改正の内容についてはですね、これ書いてありますので、またよかったら見てみてください。さっきの、さっきのが一番大事なとこだよね。難民申請3回で強制送還可能。これが一番大事なとこだよね。 そして、えー、日本政府の外国人受け入れの方向性ではね、日本政府はですね、どういうふうに外国人を扱って,していこうとしてるのか、ここすごい大事なところだよね。で、ここはね、パルプさんの試験もね、入ってきてるよっていうことですよね。でもね、これさっきざーっと読んだんだけど、俺ももうほぼ同じような考え方でございますわ。いきますね。AI や IoT 駆使によって、労働人口のが減ってしまっていることに対応しようじゃないか、ね。IT とか AI の力を使って、ね、あの、労働人口が減っていることものに対して、少ない労働人,人間でもですね、同じだけの生産性 が生まれるようにねあのうまいことやっていこうなっていう話だね人口が少なくなる働き手が少なくなる前に it it、えー、ai や iot、えー、リモートワークなのでえー、機械でできることは機械にやってもらうっていう流れでございますよねでこれは大事なことですよここが一番頑張んなきゃいけないところだよねであとですねこれなんでセキュリティセキュリティえ違う違うソ,ソサエティかソそそサエティー号店じゃロゴールコルシロのよう4度とか言いながら雑読に読んでるからえー、先進テクノロジーを駆使してえサイバー空間とフィジカル空間をですねミスコ、えードに融合させて 現在の課なるほどね。AI とかですね、IoT を駆使して、機械でできることは機械にさせちゃうという考え方ですよね。これはもう随分と進んできてますよね。うん、えー。っていうところと、あとはね、デジタル田園都市構想というのもありましたね。これは岸田政権時にですね、これ、えー、想定しましたね。えー、これもですね少子、少子高齢化を想定したプランですよね。これせっかくから読んでおこうか、読んでおこうか、知らない人多いよね。 俺も知らないからちょっと読みたいわ。えっ、ー、と、地方を中心に人口減少、少子高齢化、ね、えー、過疎化、えー、東京圏への一極集中、えー、地域産業の空洞化といった課題に直面をしていますね。こうした課題を解決するためには、<coughs> これまでの地域創生の経過成果を最大限に活用しつつ、えーち、地方活性化を図っていくことが求められております。えー、デジタル技術が急速に進化、発展する中、えー、デジタルはですね、地方の社会課題を解決する鍵でございまして、新たな価値をですね、生み出す源泉になっています例えばね、なんかテレビで見たんだけど、 えー、例えばね、ご老人でもですね、えー、パソコンの扱い方をある程度覚えてしまえば、お医者さんまで行かなくても、家でね、あの、お医者さんの診断が下、を下してもらえるとかね。あ、そういう使い方しましょうよっていう話だね。なんか CM でやってたんだね、あれね。はい、えー。デジタル技術が急速に発展する中、デジタルは地方の社会課題を解決する鍵であり、新たな価値を生み出す源泉になっています。今こそデジタルの実装を通じて、えー、地域のですね、社会課題の解決と魅力の向上を図っていくことが重要でございます。えー、全国どこでも誰でもが便利で快適に暮らせる社会を目指す。 えー、デジタルの力で地方が、えー、日本の主役になる、そんな未来がですね、始まっておりますよ、という話だね。そして、不足する人員は、定住しない外国人を受け入れようじゃないか。ここで、ね、外国人の話が出てくるよね。はい、えー、三菱、えー、UFJ、モルガン・スタンレー証券の資産によれば、日本の労働人口ね、お金を稼いでくれる人口っていうのは、平均で毎年、22万人減少する見込みでございます。ね、さっき言ったでしょ。もう、俺20万人言ったけど、もっと多かったわね。えー、20万人以上の人、働ける人、働ける人間が、今後日本では毎年減っていく ですよ20万人ってやばいだろう、ちょっと地方のさ、そこそこでかめの市、な、ね、んとか市とかあるでしょ、ね市,の市丸ごと人間がいなくなるくらいの勢いなんですよ、これ。 結構やばいだろう。うね。えー、期限を区切る短期、中期の労働者は一定数受け入れようじゃないか。ね。えー、特定技能制度創設の際に業種ごとの人員不足がですね、えー、試算されておりまして、えー、各業種はその数値をめどに受け入れを行っております。無人像に誰でも OK、来て来てとていう状況ではなくて、数値目標ありのですね、綿密にプランニングされた受け入れを今ね、日本政府はやってるんですよね。そして留学生の受け入れ、えー、海外から留学生を受け入れているのも、海外からの留学生を増や、<coughs> 増やそうとしているのも、 労働力のですね、確保のためでございます。え、コロナ禍前のですね、30万人規模から、2033年までに40万人を受け入れる、10万人増やしてね、40万人受け入れるという方向を考えておりまして、その半数にえ、日本で就職をしてもらうことを目指しております。え、留学後もですね、日本に留まる外国人は4割程度で、それは特定技能方面や、永住資格を取らない限りはえ、有機滞在になりまして、え、若年層の労働力はあった方がいいですよね。そう、永遠にですね、なんだろう。う 永住資格を取る方はですね、ずっといられるかもしれないけれども、そういう人をそんなにたくさんいないんだよね。 うん、だから、その心配するんじゃなくて、い,いいと思うよ。じゃあ、あむしろ優秀の方はですね。ずっと長くいてほしいけどな、もう正直なこと言うとな、な日本人どんどん減っていくからさ。永、え、住、ー、いやえっと、長期滞在の、えー、長期在留の外国人は。えー、極力厳選をする方向でございます。そうなんですよね。で、で長期滞在っていうのが、これ、特定技能2号さん、二号さんなのよ。で、長期滞在できる資格が取れるですね。二号さんで、今、37人しかいないんですよ。わかる、これ。どんだけ厳しいかわかるでしょ。そんな爆発的に増えませんから。えー、特定技能2号は、我が国の産業。 において、えー、有益なスキルを保有する方々でぶっちゃけその辺のボンクラ日本人よりもですねよっぽど有能でございますも、まあ、俺なんかより全然有能でございますよね、えー、上位層はですね永住資格に準ずる形で受け入れてもいいのではと個人的には思っておりますよねはいここで最後はパルプさんの試験でございます、えー、結局移民問題は減少する日本の労働力確保をですねどうするのかの問題だと思いますその通りでございますただ労働力が減ってなければ移民なんか別に受け入れる必要ないからねはい私は外国人労働者を受け入れなくても現在の高齢者は逃げ切れる、うんまあ逃げ いけるんだよね。確かにね。どうしてもですね。現在10代や20代の若者層が20年後、30年後にもうどうにもならなくなると考えます。特に、ね、社会保険料の問題がでかいんですよね。だって、お20年後30年いくつだ。俺、俺もさじじいだよ。俺もじじいになってるよ。で年金もらうわけですよ。で、病院も行くだろうから、医療費もめっちゃかかるんですよ。でもそれを支えているのはね。労働人口ね。働いている若者のお金社会保険料によって支えてもらってるわけですよ。でも働く人間は減っていくんですよ。でもじじいは増えていくんですよ。ではあるならばもう事実で山とを奪って山が復。活を せななななきゃもう日中もう行かいいわみたいな状況になるんでですよマジでねだからそれを解消するためにねちゃんと正しく日本で働いてくれる外国人を今のうちからちゃんと増やしておきましょうっていう話なんだよね変なこと何もないでしょ普通のこと言ってるだけなんだよねはい。 なのにね、なんかみんな嫌がるんだよな。不思議だよね。ま、あい,いや、えっとね、えっと、今ですね、高齢化、少子高齢化が問題になっているのも、え、段階ジュニア世代が、えー、っとね、えー、段階ジュニアの世代が、結婚適齢期の時には少職氷河期で、え、デフレで対策がですね、後手に回ったというか手を打てなかったからだと思いますとね、え、ここはね、一定日本政府の、ね、責任もある,あると思うよ。かといって、切相なく誰でも受け入れることで、日本のカルチャーギャップや価値観の相違で、社会構造が変化するのも怖いですよね。うん、怖いと思うわね。日本政府の方針は、実は結構ドライで、 高度ね、賢い人材に関しては、積極的に受け入れて、ね、定住してもらって、その他の労働人口に関しては、厳しく審査ね、単純労働しかできないですね。安いね、賃金の労働者っていうのは、一定期間働いた後、すぐに母国に返す。 っていう、結構ね、ドライだろ冷てえだろう <laughs> ん。な日本にいる間、て、徹底的に努力をして、何らかの資格を身につけたりですね、高い技術力を手にしたものは、日本にいてもいいけれども、なんか、だら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 コンビニでですね、なんか、ね、コンビニのバイトしかしなかったような外国人は、ね、一定期間日本にいて、その後帰れみたいな、のが、日本政府の方針なのよ。俺はそれでいいと思うよ。まあ、ドライかもしんないけどさ、<laughs> 冷たいって外国人の方は思うと思うけど、俺はそれでいいと思うよ。うん。 はい。その他のですね、労働人口に関しては、厳しく審査はですね、ベストかどうかはわかりませんが、現時点で取り得る最適解除ないのかなとパルプさんは考えてます。という話なんですよ。 ね、長い、長くてごめんな、まだね、でもこれね、分かりやすいでしょ、これ、まとめもグラフもあってさ。だからね、これ、ね、概要欄貼っとくから、パルソのノートまた読んでみてください。はい。え、ということでですね、これ、ね、死ぬほど長くなってる気がするんだけども、俺、どのくらい喋ってる俺、分かんない時間計らないで喋ってるから、分かんねえんだよな、まあ、い,いや。えっ、ー、とね、これね、はい、ということでね、もともと始まりはですね、アホーのバイデン、アホーのバイデンがですね、日本人はもっと移民受け入れろって今日言ったわけですよ。しかし、今日流れたイギリスらのニュースはですね,ね、アホの移民が増えすぎて、ね、アホの移民をルワンダ送りにしました。この首根っこをつ ニュースが流れた後でえ、バイデンがアホみたいなことを言ったもんだからえ、日本のですね、この移民反対派がですね、もうわっしょいわっしょい状態で、バイデンがアホかみたいな感じになったんだけれどもね、ああのバイデンはアホだと思うよ。<laughs> いや、いや、まあ、バイデンはですね、日本のこのね、あの移民をし、移民を締め出すというよりはですね、不法な外国人を締め出すという政策をガン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 進めてる岸田政権のことが、ちょっと気に入らないんだろうな。むかつくんだろうな。俺たちはこんなにですね、これ人道主義に従って、アホの外国人を受け入れてですね、えー、こうなり、すげえ困ってるのになんか日本だけで,ですね、うまいこと、移民の 移民をコントロールしてるよなとなとんかその日本ムカつくわーという気持ちで多分言ったんだろううなと思うんだけどもね日本だってですね、いろんなことを考えながらですね、これ外国人労働者問題とか移民問題ですね、対応してるんじゃボケーということをですね、このノートね、バイデンに読ましたよな。パリプスのこのノートさ、おいぶっちゃけバイデンに読ましたよね。お前もこの考え方でですね、外、ね、あの、アメリカのですね、移民問題を解決したらどうだって、逆にて行くか、騎士、騎士行くか、お前、騎士のですね、これね。 ほら、アメリカ議会の演説さ、すっげえ、もう大拍手、大喝采で受け入れられてるじゃん。で、もう一回行ってこい、キッシー。もう一回行ってですね、この日本のですね、このね、あの、なんだろうな、社会構造を壊さずですね、上手にですね、外国人の労働者と付き合っていくというですね、この厳しいですね、このなかなか外国人にとっては厳しいですね、この日本の移民政策。これをね、アメリカに提案してきたらどうだ、キッシー。 な。したら、また、なんか、スタンディングオベーションでですね、お、なんか、なるほど、さすが日本だと、アメリカはこんな低たらくにもかかわらず、日本がそんな低たらくになっていないのは、そうか、こういうですね、外国人に対して、ある意味厳しく、ある意味厳しく、でも、正しく働いてくれる外国人は優遇という、え、こういう制度を使っているからなのかとはね、いうことをね、アメリカがまた気づいてですね、スタンディングオベーションが起きるんじゃないのかしら。とりあえず、この、あれか、なんか、アメリカの国務省の、なんか、ホームページに、パルムさんのこれ、のど貼っとくか。これ、アメリカ人に読ませるのが一番よくね よくねアメリカ人とイギリス人におましてですね、この世界の移民問題解決しませんかということでですね、クロスのとこ終わりたたとわけわかんない終わり方しちゃったよ大体わかってもらった、大体わかってもらった。あのね、日本の移民政策ね、今ね、割とうまくいってるよ。割とうまくいってるんだけれども、このね、あの移民政策に乗じてね、あの外国人参政権とかアホみたいなことを言い出す左翼とですね、あとなんかインプレが欲しいのか影響力が欲しいのかわかんないけど、あのね、外国人移民、あの、外国人ロジアとかあの、不法移民にですね、日本が支配されてしまうぞ、ダメだ、岸田はとか言ってる岸田川さんたちでね、 うこの辺に煽られないように、ちゃんとデータを見てですね、岸田もですね、もうミスることはあると思うんだよ。日本政府もミスることあると思うから、その時には正しく批判しましょうね。そういう賢いですね、寝トみになりたいよね、俺たちねお。お前が言うのって話だけどな。はい、ということでですね、これね、移民政策に関してはですね、おそらく多くの方が興味があると思いますし、あのー、日本のですね、未来にもですね、大きく関わってくると思いますので、またシンボリックなネタがあったらですね、えー、皆さんにお伝えしたいなと思いますので、もしよかったらチャンネル登録お願いします。えー、でもこれ、な、これ、イギリスのさ、このな、 あの、ルワンダ送り、ルワンダ島流し、島流し法案。これ、日本も作った方がよくねいや、マジで。だって、ね、対応としてシンプルじゃん。ね。税金を払わない。社会保険料も払わない、外国人は。ね。あの、ルワンダに送る。だから、から北朝鮮に送ればいいじゃん。ね。北朝鮮に労働者としてですね、送ろうじゃないか。で、その法律をもとにですね、あの、北朝鮮との友好を深めてですね、拉致被害者をですね、取り戻せるなんかもうむちゃくちゃこと言ってる。終わります。終わります。じゃあね、バイバイ。